にお願いいたします。試合中の紙テープ、紙吹雪、メガホンなどのブランド名の投げ入れは試合進行に妨げになるばかりでなく大変危険です。絶対にやめください。東京ドームの構造上、設備の故障の原因となる恐れがありますので、ジェット風船は飛ばさないようお願いいたします。東京ドーム場内での許可なき営業行為は禁止されています。このような行為をしている人をお見かけになりましたら、お近くの係員にお知らせください。試合中、フェンスの内側やグラウンド内に身を乗り出したり手を出したりする行為は決してなさらないでください。試合進行の妨げになるばかりでなく妨害行為と認められますと退場していただけられれば